皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。今日は三菱商事伊藤忠、それから外資コンサル、外資金融、マッキンゼ、BCG とか、ゴールドマンサックス、それからアップルとかですね、グーグル、そういうGAFAMに続々と内定者、就職者をね、輩出しているハルトビジネススクールの最終奨学金締め切りのご案内をしたいと思います。でハルトさん、今年の9月、それから来年の1月の入学の募集をまだギリギリやっていまして、ちょうど今7月29日までが最終の奨学金がもらえるという締め切りなんですね。でこの時期に来て本当にこう駆け込み需要といいますか、皆さんもぜひ今年春と間に合うんだったらもう行きたいということで、たくさんのご相談をいただいています。で大学院生の方とか、あとは大学4年生の方なんかは、大学院生の方ですね、大学院生とか社会人の方で、今年の9月、あるいは来年の1月に入学したいという方はですね、本当にこちら大チャンスで、まだ大量に奨学金ももらえますし、また奨学金の詳細、これからお伝えしますけれども、ハルトに行って、で今年行けば、今年のボスキャリに参加できる、今年の11月に開催されるボスキャリに参加できるので、そこでまず1個ですね、非常に大きな転職のチャンスが得られます。でハルトさんは非常に、ね、コスパも良かったりとか、さらに奨学金がもらえる機会が大幅に、ね、チャンスがアップしたというアップデート情報もありますので、今日これからお伝えしていきたいと思います。ぜひハルトさん、今年の9月、あるいは来年の1月に入学したいと、もう少しでも早く今の会社を出て、あるいは大学院生の方は海外経験を積んで大幅にキャリアアップしたいとか、外資とか商社、それからアメリカ、イギリス、そういった欧州とかのGAFAMに就職したいという方はですね、いつでもご相談いただければと思います。アルファのイリスミさんも入ってくれてますので、イリスミさんももう本当に毎日ハルトに行きたいという、ね、ご相談が本当にここに来てもう大量にお申し込みが あるんですけど、イリスミさんにもハルトの魅力を一緒にお伝えいただければなと思います。イリスミさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。本当に非常に、我々が想像してた以上に、最後のラストチャンスということで、7月の29に向けて、本当、社会人20代、30代、40代の方、それから大学院生でも、やっぱり大学院に行ってて、で、やっぱり就職、国内の大学院に行ってて、就職活動がやっぱり結構、厳しいなっていうふうに感じられてる人が多いみたいで、やっぱりそのいつも我々が言ってるみたいに海外の大学院に行って、ボスキャリーでチャンスをつかみたいっていう人たちが多いのと、あとはちょっとそこ のそんなに数はいないんですけど、数はいないっていうのは、その今年の9月とか12月に卒業する大学生の方で、それこそもう大学終わったらすぐにそのハルトに入りたいっていう人たちも結構、そこの、そうですね、この秋冬卒業の人たちっていうのは結構ニーズがあるなっていうのは、我々のところに来ていただいているお申し込みを見ていると、そうだなと思います。で、特にボストンキャリアフォーラムは8月から始まるので、で、ちょうど8、9、10、11月ずっとやってますけれども、この何がいいかっていうと、ハルトさんに、合格を、アルファでもちろんサポート、エッセイとかレジュメとかしますけれども、面接とかね。そこで合格をすると、もうその瞬間にボストンキャリアフォーラムのその参加資格を得られる。で、仮に例えば来年の1月入学だったとしても、今年の秋のボストンキャリアフォーラムに参加できて、かつ、その外資系とかコンサル金融とか、GAFA とか商社とかそういうところへの内定が取れるっていう、もう結構他の人でもですね、やっぱりちょっと今年の秋出願で来年の9月で来年のボスキャリ行ってると、なんか1年すっごい時間もったいないんじゃないかっていう気がしてて、ハルトに今年行きたいんですけど、まだ間に合いますかみたいな、そういうそのご相談がですね、非常に多くいただいております。なので、これね、ちょっと本当に、こういう人は、
ぜひ、ハルトさんに、まあ、今年もう、本当7月29、今日は7月の12とかなので、まあ、あと10、まあ、3週間弱ありますけれども、この3週間のうちに、そのアルファに相談いただいて、そしたら、まあ、プロセスとしては、その後に、ハルトさんの、そのアドミッションの、岩田さんにおつなぎして、いろいろとアプリケーションを進めていくっていうプロセスに、この7月の29までに入ればですね、当然、まあ、我々もフルサポート、強力なサポートしますので、で、そのままボストンキャリアフォーラムに突っ込んで、外資系、企業、商社、GAFA などのすごい企業からの内定を取ることができるというので、まあ、人生とかキャリアが大きく変わるその瞬間に我々たくさんまあ立ち会っているので、ぜひこのチャンスをですね、逃さないようにしていただければと思います。じゃあちょっとエミさん、こういう人は、まあ、ハルトに今ぜひその挑戦してほしいというところでまとめているので、パワーポイントの方行ってもらってもいいですか。はい、ではまずこういう方はぜひ今すぐハルトに行ってアッショーキャリアにシフトしようということでご紹介していきます。こちらに5つ挙げました。まず1つ目ですね、社会人の方、20代、30代、40代の方ももちろん大丈夫です。で、今すぐ外資コンサル、外資金融、それからファンド、PE とかですね、アセットマネジメントとか、商社、それから GAFAM に大幅キャリアアップを図りたい方。で、それから今年の9月、あるいは来年の1月からアメリカや欧州でビジネスを英語で学び、外資系や商社などに内定を勝ち取りたい大学生、大学院生、それからもう卒業されている方も OK です。で、米国や欧州等で現地就職したいあなた。で、それから、今年のボスキャリ、2021のボスキャリに参加する権利を得て、そこで外資系とか商社などから内定を得たいあなた。で、それから5つ目が、留学費用を徹底的に抑えて最大のリターンを得たいあなたと。ということで、ハルトに、まあ、今年の9月、あるいは来年の1月から入学することによって、こういった大きなチャンスがつかめるということで挙げてみました。実際にご相談いただいている方も、まさにこういうのにこう当てはまってですね、まあ、今の会社にこれ以上いても、あまりメリットがないというか、行くんだったら早い方がいいよね。で、しかも、まあ、ハルトに行けば、ここに書いてあるように外資系とか、まあ、外資でもコンサルとか金融、それからファンドとか商社、あるいは GAFAM、まあ、これアメリカの本社の方ですね、GAFAM に就職できる、あるいはハルトのロンドンがあるので、そこに行けば欧州で就職できる機会も勝ち取れるということで、まあ、しかも奨学金ももらえると。で、もともと奨学金もありますし、あとでちょっとご紹介しますけれども、ハルトの学費自体も他のアメリカのビジネススクールとかに比べると、もう格段にこう、まあ、安いというかね、費用が抑えられるので、で、費用が安いだけだったら、まあ、費用安いよねで終わっちゃうんですけれども、その後の、その卒業先、まあ、就職先というのも、こちらに書いてある外資、まあ、コンサル、金融、ファンド、商社、ガーファイムと、まあ、本当に皆さんがですね、ぜひキャリアチェンジしていきたいというようなところに皆さん行かれているので、本当にコスパ最強ってよくアルファで紹介してますけど、コスパ最強でしかも奨学金もついているということで、本当に行きたいという方がですねたくさんいまして、まだ間に合いますので、ぜひこちらに当てはまる方、それから興味ある方はいつでもご相談いただければと思います。はい、あとは結構そのニーズとして多いのは、ここに書いてるように、まあ、今年のボスキャリ行きたいっていう人とか、まあ、早く早々にキャリアチェンジしたい、キャリアアップしたいという社会人の方とか、あと就活があんまりうまくいかない、もしくは、まあ、うまくいかなかったから、まあ、ちょっといまいちな会社に入っちゃったんで、もう早く抜けたいっていう人とか、まあ、そういう、こう、まあ、生々しいご相談たくさん、まあ、アルファではいただいて、まあ、我々はそういうご相談を受けるのが仕事なので、まあ、それだったらこうした方がいいよっていうので、まあ、早く、ハルトに行きたいという人たちが非常に多いですね。で、ハルトに行くと何がいいかっていうと、当然、英語で、マネジメントを、経営を学ぶので、ものすごい英語力とか、もちろんその経営の知識とかっていうのが入るし、で、当然、その、いつも言ってるように、まあ、MBA とか、ちょっとプログラム後でお見せしますけれども、
MBA とかだけビジネスだけではなくてですね、マーケティングとかファイナンスとかビジネスアナリティクスっていう今もう大人気のテクノロジーの授業も受けれたりもしますので、そういった意味では非常にですね、皆さんのステータスと実力がこう一気にバーンとこう上がる素晴らしい成長機会っていうことは間違いないですね。で、あとは結構ですね、これは僕個人の感想なんですけど、やっぱりアメリカとかヨーロッパとかアジアとか海外でそのまま過ごしたいとか生活したい働きたいという人が結構多いんだなっていうのがやっぱりこう感想としてあります。特に、まあ、男性とかあとそのご家族でもう海外に行きたいんだと、子供のために行きたいんだとかいう方もいるし、女性も結構多いんですよね。だから女性で海外でそのままアメリカとかヨーロッパでできれば学んでそのまま就職もしたいんだっていう人結構多いですよね、みさんね。多いですね。まあ、女性男性問わずいらっしゃいますけど、女性でも結構多いですし、そのしかもお子さんを連れて行きたいっていう。あ、そうそうそう、ね、女性実はどうだろう、やっぱりハルトの女性比率って 40-50% あったと思うんですけど、そのアルファでも、まあ、50は言ってないかもしれませんけど 30-40% やっぱり女性なんですよね。だから女性の方もご興味あれば自分のキャリアアップとかですね、まあ、もうなんかもっとちゃんと稼げるようになりたいとか、あと今なんか主婦やってるんだけどやっぱりちゃんと自分も働きたいとか、そのシングルマザーやってるんだけどとか、本当にいろんな方がいらっしゃるので、女性の方もぜひおすすめですね。で、特に米国とかはSTEMの、ビザが出て、そのままアメリカで働いたり生活できたりするビザが、春とはついてますし、ヨーロッパも今年2021年からそのワークビザっていうのが新しく新設されて、そのままイギリスとかで働けるそのビザも出るようになったりとかですね、まあ、状況が結構その環境が揃ってきてるので、多分皆さんそのまま海外でっていう話が結構多いんじゃないかなと思ってます。まあ、いずれにしてもですね、まあ、今の会社とか今の状況とかに、まあ、あまり満足してない方で状況を変えたいっていう人はですね、これかなりボスキャリー2021ちょうどこれから始まりますし、これでハルトさんから合格をもらってからそのボスキャリーに皆さんすぐシフトしているので、まだ十分ボスキャリーも間に合いますので、ぜひですね、皆さんでがっつりやってですね、ステップアップを図っていただければと思います。じゃあちょっとそのどういうそのハルトさんのどういうプログラムがあるのかってちょっとざっと説明するので、ハルトさんのサイトに行っていただいてもいいですか。はい、こちらがハルトさんの公式のサイトですね。はい、じゃあプログラムちょっと言っていただいて、を見ていきたいと思います。はい、こういった形でハルトさんの場合はアンダーグラッドもあるので、アンダーグラッドとマスターと MBA がありますね。で、マスターは、はい、MBA ももちろんあって、でマスターの方が、でなぜマスターを見るかというとですね、マスターはハルトさん、今のところこの4つの大きな修士のプログラムがありますね。で、インターナショナルビジネス、それからインターナショナルマーケティング、ファイナンス、ビジネスアナリティクスと。で、インターナショナルビジネスは社会人3年未満の方が行くコースなんです。まあ、対象のコースなんですけれど、ほぼ MBA ですね。そうですね。だから社会人3年未満だと MBA にはまだ対象外になってしまうので、こちらに入って、でプラスこれからちょっとご紹介しますけれども、ハルトさんの場合は、奨学金が大量にもらえます。で、大量というのは、ファーストディグリー、例えばここのインターナショナルビジネス行ったら、このインターナショナルビジネスの奨学金も一部もらえることがあるんですけど、そのセカンドなんか今 50% ぐらいもらえるし。そうなんですか。いや、ちょっとそれはちょっと相談いた、お申し込みっていうか相談いただいて、ハルトさんから今直接なんか増えてませんか。いや、そうなんですよ、50%、このファーストディグリーで 50% で、はい、そのセカンドディグリーで、はい、このマーケティングとファイナンスとかビジネスアナリティクスを取るってことですよね。だから結構多いパターンは、その社会人歴3年までの人っていうのはインターナショナルビジネスのマスターとこのマーケティングファイナンスビジネスアナリティクスのどれかを組み合わせてデュアルディグリーで1年半でいくっていうパターンか、うんうん、
で、だからここにフルタイムマスターズプログラムフィーっていうのは47,500ドルって、まあ47,500ドルって普通だって、コロンビア大学とかだともう7万ドル、8万ドルなんで、それだけでも、ていうかめちゃ安いんですけど、さらに 50% の奨学金が出るってことは、いくらですか、エミさん。まあ、1万9000ドルぐらい。4万8000だから2万4000じゃない。あ、2万4000。2万4000ドルぐらいの、要は、まあ2万4000ドルって今何、110円ぐらいですか。まあ260、70万ぐらいですかね。250万ぐらいですよね。250万ぐらいで、その、なんかこれいけちゃうっていうのと、あとこのプラスアルファのインターナショナルマーケティングとファイナンスとか、ビジネスアナリティクスも確か僕の記憶が正しければ340、50だったんですよね。で、それも 60% とか 100% 奨学金が出てしまうというなんか恐ろしい奨学金率で。そう。だから、まあ、要はですね、本当にで、しかも1年半いけるから、1年半行けて、これがだから240万プラス、そうですね、半額に370万、だから500万ぐらい、うん、そうです。授業料が500万ぐらいで、その2つ1年半行けて、しかも年収1000万以上の企業にバチッと入れるっていう、まあ、こういうことですね。そうですね。で、当然そのボストンとか、場所はボストン、ロンドン。が、まあ、ほぼメインで、あと、ドバイに行く人もいますね。サンフランシスコもいます。で、ボストン、サンフランシスコ、ドバイがメインですかね。なので、あと、まあ、ロンドンもあって、で、今だと、なんかその、このプログラムによっては、なんかもうすでに埋まっちゃってるところもあったり、なんか空き待ちみたいなウェイトに乗れたりもするんで、多分全然僕は問題ないんじゃないかなと思ってます。ので、そこもご相談ください。で、MBA、いわゆるその3年以上、4年以上働いてるよっていう人は、このインターナショナルビジネスのファーストディグリーのところがこの MBA に変わるっていうだけですね。そうですね。MBA と、もう一個先ほどの、まあ、このグローバル、まあ、ワンイヤー MBA かな。うん。プラス、先ほどのマスター、まあ、ファイナンスとか、マーケティングとか、ビジネスアナリティクス、どれか。で、2つ取って1年半で終われるという。うん。1年半で終われるっていうのもいいですよね。1年半で終われるのはとてもいいですよね。本当に、1年半で終われるメリットってね、いろいろあるんですけど、一番大きいのはボスキャリ2回行けるってことなんですよね。あ、1年だと1回しか参加できない。そうそうそう。1回でボスキャリで決めるってなかなか大変ですよね。だから普通の。2年生の MBA の人たちと同じように、まあ、2回ボスキャリチャンスがあるよっていうことなんで、まあ、ここはすごくメリットがあるということで、まあ、ファーストディグリーがその若い人だとインターナショナルビジネスで、4年目以降だと MBA で、プラスマーケティングにするのか、ファイナンスにするのか、そのビジネスアナリティクス、比較的僕らが見てると、このファイナンスかビジネスアナリティクスが、まあ、ほぼほぼ二分してる感じですかね。マーケティングの人はそんなにいない感じですかね。だから、そうですね、そのデュアルディグリーの2個目のディグリーは、1割、4割、5割みたいな感じですかね。そんな感じですよね。そうですよね。国際的にも、まあ、いろいろ皆さん行かれてますけど、このビジネスアナリティクスは結構早く席が埋まっちゃったりとか。いや、そうなんですよね。今もうテクノロジー学べて、しかも MBA とセットで取れて1年半で終われるプログラムって、春としかないので。うん、これでみんなハルトに追随してきてるっていうね。あ、そうですよね。ハルトさん本当にコスパがいいとかっていういろいろ魅力ご紹介してるんですけど、もっとなんか根本的なところをいくとね、MBA で初めて、ほぼ初めて、STEM ディグリー導入したのもハルトさんだし、ビジネスアナリティクスと MBA が同時に取れるってしたのもハルトさんだし、あとハルトさん、GMAT もこう、結局 GMAT の点数に別に将来の就職したのよパフォーマンスとか卒業後の活躍ってあんまり左右されないよねみたいなところで GMAT も受けなくていいっていうのを結構先駆けてやってましたね。そうね。なのでまあ他の学校も今追随して MBA プラステクノロジーっていうプログラムをどんどん増やしてきていて、
まあ、これは他の動画でも言ったと思いますけれども、このハルトさんの強みっていうのは、やっぱりそういうところですねっていうことが挙げられます。はい。まあ、こういうのがあるので、で、しかも奨学金がドーンと出るので、で、あと、まあ、生活費とかも入れて、その資金調達どうするかっていう話が、よくその、アルファの個別指導生の方からもご相談があるので、じゃあ、その、例えば、資金調達について、皆さんどうしてるかっていう話をちょっとアップデートも含めてお話したいと思います。はい、じゃあエミさんお願いします。はい、では奨学金とかですね、この、まあ、学費というところを少しご説明していきたいと思います。で、まず一つ目は先ほどから何度かお伝えしている通りで、ハルトさんの奨学金、ファーストディグリー、それからセカンドディグリーの奨学金が大幅に獲得できると。さっきね、50% とか 100% ってありましたけれども、本当に驚くような割合で奨学金が出るということですね。もともとも安いんですけど、さらに奨学金が出るという。で、それが7月29日までのアプライで適用になるので、まだ、どうでしょう、2週間以上あるんで、アルファに来ていただければ間に合うかなっていうところですね。で、しかもこれ、奨学金って言ってるのは返済不要のことなので、皆さん返さなくていいということ。でハルトのスチューデントローンも使えるということで、こちらはその貸与型のローンも使えるので、まあ、返済不要で奨学金もらえるって言っても全部タダになるわけでは、まあ、全部がなんか0円でいけるっていうわけではそこまではいかないので、まあ、その残りの学費の分はハルトのスチューデントローンを使っている方もいらっしゃいますね。でそれから政策金融高校の留学海外留学ローンというのがあるの で、それで450万、ほとんどハルトさんの学費がカバーできるんで、これをアルファでは結構もらってる人もいますね。もらってるとか獲得してる人もいます。で、しかもですね、これ一つ新しいアップデートなんですけれど、そのプロディジーファイナンスがハルトの学費生活費の最大 80% カバーできるよというサポートを開始したんですね。これ後で少しプロディジーファイナンスのページ見ていきますけれども、こちらはインターナショナルスチューデント用の、まあ、アメリカとかね、まあ、海外で学ぶ人のその国外から来る生徒さん用 のファイナンスサポートなんですね。はい、でこれ後で見ていきますけど、それこそ、まあ、きちんとプロディジーファイナンスに、まあ、認可された学校しか適用されないと。でハルトさんも見事それに適用されて、プロディジーファイナンスから皆さんファイナンシャルサポートを受けられるようになりましたというでアップデートがあったので言ってました。それからアルファの個別指導生の方はなんか特別奨学金というのでですね、$3,000もらえるので、それもかなり大きいと。アルファで、まあ、その受講生というか受講料を、ね、サポートしてるんですけれども、$3,000ってそれよりはるかに多いので、なんかむしろお釣りが来てしまうというスペシャルお得な特典もありますね。はい、でそれからデュオリンゴの受験費用も無料ということで、ハルトさんを受けるときに英語のテストで IELTS とか Duolingo とか、まあ、いくつか何らかのテストを一応英語の能力を示すためにクリアしてくださいねというのがあるんですね。出願の時はまだなくても大丈夫なんですけど、入学までにちゃんと英語の資格取ってくださいねっていうのがあります。で、今年に関しては Duolingo での申請が認められているので、その Duolingo の受験費用が全部、まあ、ハルトさんが負担してくれて、しかも何回受けてもいいというそうなので、こちらもまあ、デュオリンゴ自体はそこまで高額ではないんですけど、まあ、かなり皆さんにとってはメリットがあるんじゃないかなと思います。ということで、本当に特に今年はそのデュオリンゴの受験費用がカバーされたりだとか、今年早く行くことで、まあ、いち早くボスキャリに参加するだとか、海外就職の機会を得られるということで、まあ、今行かずにいつハルトに行くの、本当今でしょって感じなんですけど、まあ、今すぐですね、アルファに相談いただければと思います。で、アルファに相談いただく、まあ、メリットというか、まあ、ぜひ相談いただければなと思うのは、まあ、こちらに書いてある通り、かなり限られた、もう結構短い期間なので、まあ、そこで高速出願サポートができるということと、あとこのアルファ特別奨学金っていう$3,000もありますし、あとは、まあ、もっと言うとこうハルトさんに合格するってことはもちろんそうなんですけど、その後のキャリアってやっぱり皆さんね、その後が大事だと思うんですよね。でハルトさんに行くとさっきの三菱商事とか、まあ、マッキンゼーとか BCG とかゴールドマンとか、まあ、そういう外資系だとかファンドとかに行く、まあ、こうチケットは、ね、手にできるんですけれども、やはりそこでもまた競争がもちろんあるので、そこの長期的なキャリアを見越してアルファに来ていただくと、
ハルトに合格するだけではなくて、その後の長期的なキャリアとか、でもっと10年、20年、30年後のビジョンまで具体的に決めていくので、まあ、かなりその長期的に成功したいという方はですね、本当におすすめですので、ぜひアルファにご相談いただければと思います。はい、プロディジーはちょっとこの後パッと見たいんですけれども、まあ、プロディジーファイナンスが、これはいろんなその MBA とか海外大学院のサポートをもうオフィシャルにしていて、例えばそれこそコロンビア大学の MBA とかでもプロディジーも使えるよみたいな形で、そのコロンビアのサイトにも載ってるぐらいのところですね。で、実はアルファにもプロディジーの方からもっとなんか日本で宣伝してほしいみたいなことを言われたりしてるので、もし興味のある人はプロディジーにつなぐので言ってください。で、そのハルトの学費生活費の 80% カバーの、まあ、いわゆるローンが出るようになったっていうのは結構ビッグニュースだと思います。で、あとはアルファ個別指導生なら特別奨学金がなぜか3000ドル、30万円相当出るというね、謎の奨学金が出ますけど、まあ、アルファのこのハルトだけ受けたい人向けのですね、プログラムっていうのはあって、もともと MBA のサポートって他の塾さんとかでやると100万以上取られるんですけど、我々の場合はもうその MBA の出願でもサポートコストも30万ぐらいで、で、さらにもうハルトだけ受けたい人のためにもともと準備コースっていうのがあって、 MBA とか海外大学院の準備コースっていうのがそのさらに半額の1500ドルで、まあ、つまり15万ぐらいであって、もうその準備コースの値段でそのハルトさんのそのレジュメ、エッセイ、レコメンデーション、面接対策するよっていうプログラムがあって、つまりはまあ15万ぐらいのこう、まあ、準備費用でアルファでレジュメとかエッセイとか面接対策ができて合格までいけるというのがほとんどの人がお申し込みいただいているプログラムです。したがって、でもなぜかそれに申し込むとその3000ドルキャッシュバックがあるっていうのはよくわからないプログラム、なんかアルファに申し込むと1500ドル15万儲かるっていうのはよくわからないプログラムになってじゃあ30万でよかったんじゃねえかって思いますけどね、我々でも。まあもう15万でやっちゃったんでまあ、なんでしょうね、ハルトさんにアルファで合格したら、いや、だからさ、これ3000ドルさ、それこそ奨学金がハルトさんからアルファの個別指導生、もうこれだけですからね、これ。アルファの個別指導生に3000ドル出るんだったら、我々のね、費用も、我々のプログラムフィーも3000ドルでいいよね。いやいや、そうですね。皆さんにとったら合格お祝い金みたいな。いや、だから、もしかしたら8月1日から我々値上げするかもしれませんので、まあ一応4月中は、1500ドルでサポートしてますので、なぜか利益が出るっていう意味不明な、こう、逆利ざや構造になってますけど、そうですね、合格お祝い金ということで、はい、合格お祝い前金っていうぐらいの感じですかね。前金ね。あとプロディジーちょっと見ましょうか。はい、じゃあプロディジーの、いや、知ってる方も多いと思いますけども、一応プロディジーカバーして、ね、海外留学ローンとか調べたことがある方は知ってるかもしれない、ね。まあ、かなり有名。このプロディジーもね、結構もともと MBA 卒業生が作ったらしいですよ。そうなんですね。もう一気に広がってきてますね、これ。本当ですね。こういうのやりたいんですよね、アルファでも。そうですね、教育。ちょっとね、真似したいんですけどね。今ね、ちょっと準備してます。誰かプロディジーみたいなのを作りたい人を言っていただければ、起業家育成アドバイザリーで一緒に立ち上げましょう。もしかしたら、皆さん大金持ちになれるかもしれません。本当ですね。なかなかこういう、はい、もうみんなが満足するサポートって、まあ、プロディジーファイナンス。いや、これ、プロディジーみたいな、アルファディジーみたいなやりたい。低金利でね。いやいや、本当、低金利で、いくらでも、なんか日本で金利安いからさ、調達サイドは結構安く抑えられると思うんだよね。それだったらプロディジーよりもさ、まあ、関係ない話ですけど、安く貸せるので。成功させたら留学生の誰か神になりますね。メガバンクの人とかで、ハルト行きたい、かつ起業したいみたいな、金持ちになりたいとかっていう人はご相談ください。ぜひ、アルファディジーを立ち上げましょう。はい、じゃあちょっと仕組みと、あと対象大学ぐらいちょっとご説明お願いします。はい、ちょっとじゃあ、まず対象大学で、ね、どんな学校がこの対象になっているのっていうところを見たいと思います。で、基本的にはこういった書いてある、まあ、800以上の学校で取り入れられていると。
でビジネスとかエンジニアリングとかローとかパブリックポリシー、あとメディカルとか、まあ、そういった大学院が主になってますってことですね。こちらにリストがありますので見ていきます。まあ、800以上なんでちょっと全部は見れないんですけど、例えば、まあ、あの上から行くとバブソンとかですね、まあ、企業に強い学校ですね。で、これあの大学院だけではなくて、そのカレッジ、大学、まあ、日本で言うと大学、それから、まあ、大学院も、ね、両方入っております。大学ってね、ボストン大学とかもありますね。あとは、まあ、カーネギーメロンとかシーブスとか、ダートマスとかデューク。今、コロンビアコーネルがありました。失礼しました。C を完全に抜かしておりました。はい。コロンビアですね。コロンビアユニバーシティもありますし、あとコーネル。あとプロフェッショナルスタディーズとかもありますね。で、あとコーネル。それから、まあ、コーネルの大学院もあるし、アンダーグラッドもありますね。まあ、ハーバード、これ大学の方ですね。ダートマス、デュークもありましたね。ダートマス、デュークありましたね。はい。ハーバードとか HEC パリス、それから IMD とか、まあ、インペリアル。そこにハルドがあります。あ、そうですね。ちょっと、エミさん、疲れ目じゃないですか。目がしょぼしょぼしております。うん、はいはい。ハルトですね。失礼しました。ハルトインターナショナルビジネススクール。で、あの、キャンパスは先ほど言ったように、ロンドンとアメリカにサンフランシスコと、ボストンですね。それからドバイにもあります。ここに入っております。あとは、まあ、インシアードとかですね。本当に先ほどハーバードもありましたけれど、ロンドンビジネススクールとか。まあ、今日はまあ他の学校というより、ハルトさんの紹介なんで、全部は見ないですけど、MIT とか、NYU とか、あのよく皆さんこう学費を心配される方がいて、本当に調達できるんですかとか、どうやって調達できるんですかっていう方多いんですけど、またあの別の動画で資金調達の動画をちょっと撮ろうと思ってるんですけれども、まあ、その一つにはこういうプロディジーファイナンスとかもありますということが一つありますね。まあ、スタンフォードとか入ってますね。はい、ということで、プロディジーファイナンスのご紹介でした。はい、なので、まあ、あのちょっと細かくいろいろどうプロディジー使ったらいいのみたいなのもご相談いただけるので、あのぜひアルファにまずはすぐご相談いただけるとあの嬉しいです。はい、であと、まあ、こういうところハルトの卒業生の方たち入ってるよっていうところだけちょっと見ましょうか。そうですね、はい、こちらに先ほど最初に出してたページに今までのハルトさんとね撮った動画とかもたくさん載せてますし、ハルトさんのあの学費の情報とかも載せてるのでぜひ見ていただければと思いますし、あのご相談いただければ詳しく説明もさせていただきます。でここにもあるんですけれど、このハルトの卒業生の就職先一覧という、で今年の分はちょっとまだアップデートされてないかなと思うんですけれど、2020年度までの分が出てますね。で直近でいくと三菱商事の、まあ、これ日本ですかね、日本の本社とかバスラ、それから三菱ふそうとかアストラゼネカ、EY、これニューヨークですね。はい、日本人の就職先なんで、まあ、ニューヨークの EY に入った人とか、まあ、シカゴとかですね、あと東北電力、国土交通省とか、でその前だと、まあ、EF エデュケーションとかですね。あと、まあ、起業してる方もいらっしゃいますね、ハルト。結構ね、まあ、普通のっていうか、グローバル企業はもとより、やっぱりニューヨークとかサンフランシスコとかロンドンとかで、はい、そのままあの海外就職してる人たちの率が異常に高いんですよね。そうですね。こう見ると、もう、ここの年もニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、サンフランシスコ、今年もね、まだここにあるの、まあ、そのジャップデートされると思いますけれども、はい、僕が聞いてる限りは、やっぱりサンフランシスコとかで就職してる人を決めた日本人の方も何人もいるっていう話は聞いてますね。うん、KPMG、サンフランシスコとか、その1年間のうちに、本当に半数近くとか、半数、まあ、伊藤忠もありますからね、まあ、載せてないのもある、まあ、こう最終的に行ったところっていう意味で、まあ、内定取ったところは書いてないかもしれないですね。うん、確かに。うん、そうそうそう。で、まあ、今行ってる人とかもすごい、ところから内定取ってるし、あとはプラスアルファで、さらに今、なんかボスキャリで
取った、内定もらってるとか、ちょうど東京キャリアフォーラムでも、コンサルが内定取った、外資コンサルが内定取ったみたいな報告もあるんで、まあ、就職活動に関しては、まあ、我々と一緒にやればですね、間違いなくこういうスーパー企業に入れるので、まあ、ちょっとさっきのやつに行きましょうか、パワポに。本当ですね、テスラとか入ってる人もいますね。テスラいますよね。まあ、もう何でも、どこでも行けます。ゴールドマンもいますね。はい。どこでも行けます、はっきり言って。ということで、ちょっと先ほどのスライドに戻りますけれども。はい、はい、ということなので、まあ非常にチャンスですし、かつもうプロディジーも入ってきたということで、資金調達の、心配も全くないと。いうことですので、あと政策金融公庫もですね、この450万は、一応これ保証人立てないといけないっていう、まあそのローンではあるんですけれども、我々のそのアルファの個別指導生の方々の見てると、別にその例えば親が、まああんまり大きな声で言っちゃいけないのかもしれませんけども、別に親が結構もうなんか年になってきて、そんなに稼いでないんですけど、大丈夫ですかねみたいな、そういうご相談もあったんですけど、まあ、ほぼほぼ何も稼いでない、なんかお母さんを保証人に立ってても通ったという実績もあるので、まあ、国ですからね、国がやっぱりグローバル人材をもっと、ね、応援しようということで貸してくれるお金なんで、あと一番低金利なんで、まずはその政策金融公庫からガツッと借りて、その後足りない部分は、まあ、プロディジーとかハルトのスーデントローンで補うっていう形がおすすめではあります。なので、まあ、留学費用なんてほとんど借りていって、みんなその後働いて返すっていうのがもう日本人のほとんどそうなんで、まあ、やはり非常にですね、挑戦するチャンスとしてはいいのかなというふうに思いますし、まあ、何を置いても今この7月まで受ければ大体多分8月中には、まあ、合格がもちろん出るし、急げば9月に全然ビザはすぐ出るみたいなんで、ビザもらってそのまま渡航もできますし、で1月にスタートしたいっていう方もそれはそれでできるし、それ両方の場合もボスキャリーにも当然参加できるので、ちょっとキャリアにですね悩んでて、もうスーパーステップアップしたいと、でグローバルな力を身につけたいという方はぜひですね、ハルトおすすめですので、ぜひ今すぐアルファにご相談いただければすぐにハルトのアドミッションの岩田さんにもおつなぎしますので、でまたレジュメエッセイ、レコメンデーション、それから面接対策っていうのも完璧に高速サポートでやってますので、間に合わせますので、ぜひがっつりやりましょう。はい、はい、ぜひね、皆さんご興味ある方いつでもご相談いただければと思います。はい、ということで、無料相談いつでも受け付けてますので、ご興味がある方はいつでも無料相談ください。また、分からないところとかがあればですね、詳しく、ご説明もしますし、あとは、先ほど、そう少し申し上げた、ハルトのアドミッションの、まあ、岩田さんというね、日本人の方にもおつなぎしますので、そこでも詳しくプログラムについて、お話聞けるかなと思います。で、一つご質問があるので、ちょっとお答えしていきたいと思います。はい、米国の就職先としてはどのような可能性がありますか？米国のコンサルティングファームにも行ける可能性はありますか？またその後日本に帰国したい場合、日本での就職先もあるのでしょうか、ということです。先ほど申し上げた通り、別に外資のコンサルティング会社というか、まあ、ニューヨークとかサンフランシスコのコンサルファームに普通に入っている人たちは多いですね。そうですね、なので全然チャンスあるし、まあ、その方がどういうそのスペシャリティを持っているかっていうのにもよりますけども、当然そういうアメリカで働いてきてこういうプロフェッショナリティを持ってますということであれば、当然その大体まあ皆さんね、そのまあこういう少なくともビッグフォーとかには入るじゃないですか。そうですねそう、だから、例えばアメリカって、まあ、アメリカだったらアメリカで、とりあえず考えるべきっていうのは、どういうふうにアメリカで就職先を探すかっていうのと、ビザを取るかって話なんですよね。うんうん、で、ハルトさんを見てると、やっぱりビッグ4系とかすごい強くて、はいはい、そうですね。で、やっぱりそこでまず、例えばニューヨークとかサンフランシスコで働くという、そのことを、まあ、セトルダウンすることが大事。う
で、さらに言うと、そこで例えば一旦そのデロイトで働きました、 PWC で働きました、それでニューヨークで3年後に働いたら、それで実績ができるので、そこからさらにステップアップされるって人もいます、そのアメリカの中で。で、別に金融もそうですね。なので、別に日本に帰ってきても当然そういう人っていうのは、まあグローバル経験が豊富っていうことにもあるので、もうめちゃめちゃ優遇されて、あのかなり高いポジションで入れるっていうのはよくある話。ああ、そうですね。そうだから、その最初からアメリカとかイギリスとかで就職したいっていう人たちには、こういうふうなルートでこうやった方がいいよっていうアドバイスももちろんしているし、あのすごいチャンスがあると思いますよ。僕がそれこそ皆さん、まあ、20代とか30代だったらそういうことを考えると思いますね、今だったら。いや、そうですね。ハルトさん言って、そのまま永住権取れてる方とかも結構いますね。全然いるんですよね。いや、それは本当に、あの、ね、全然違いますよね、キャリアとしてはね。で、あとはそれこそ、あの、ハルトのみならず、アメリカとかイギリスとか、あの海外で、あの、香港とか、シンガポールとかで就職しようとする人たちは、大体そこの狙いとしては、アメリカだったらアメリカの、そのグローバル企業の本社で働きたい。とか、あのアジアのそのヘッドクォーターで働きたいっていう人たちが多いので、そうなると本社で働けるってすごいことじゃないですか、うん、すごいですね。すごいキャリアですよねだからやっぱりその本当にニューヨークのデロイトとかで働けたらやっぱすごいし、すごいとしか言いようがないじゃないですかそれ以上がないんだから世の中に。この後そのニューヨークにずっと行ってアメリカにいる方もいますし、その後に上海とかに行ってる方もなんかいます。あとシンガポール行ったりとかね。その国ごと国でこう、あの、ニューヨークからシンガポール行きましたみたいな人もいますし、あの、やっぱりグローバルキャリアに本当の意味でなっていくし、そのままアメリカのガーファとかにいる人たちも結構多いので、あとはね、やっぱりハルトは聞いてると、あの、まあ、日本人でガーファ M に入れるっていうのは、まあ、結構その最近は増えてきてるみたいですけど、その日本人以外の GAFA M へ その就職してる人たちがすごい多いみたいですね。だからやっぱりハルト、ハイヤーズハルトって、まあ、この前岩田さんがおっしゃられてましたけれども、うん、ハルトの人がさらにハルトの後輩を先輩が引っ張っていくっていう、もう昔よくあったあの商社の体育会の先輩が体育会の後輩を商社に引き連れていく的なノリがやっぱすごい強いって言ってたんですよね。GAFA M とかに入りたい人はさっきのビジネスアナリティクスか MBA プラス、あ、 MBA とかもしくはあの MIB インターナショナルビジネスプラスビジネスアナリティクスを取ってサンフランシスコに行くことを強くお勧めしますね。あの強烈なネットワークがあります。うん、どうですか。でこの前もちょうど GAFA M の、 あの日本人向けの本社の求人が出てましたからね。でその人、それもあの結構そういう先輩から回ってきたりして、なんかそれこそアルファの個別指導生でハルトのサンフランシスコとかボストンでビジネスアナリティクス取ってるような人たちは結構手を挙げてアプライしてたんで、やっぱりね、そのネットワークですよ、現地就職はね。だからあの挑戦したいなっていう人はもうあの両方いけるんで、ボスキャリアやりながら、でボスキャリアね、ちょうど秋じゃないですか、12月まで。で、アメリカの就職活動っていうのはちょうどね、年越して1月からなんで、ちょうどいいんですよね。ボスキャリにもチャレンジできるし、あとに海外就職の準備できるっていうこと。そう。で、ボスキャリである程度面接慣れして、日本語でね。はいはい、そしたら、今度それ英語にしてこうやればいいので、はい、そう。なので、やっぱすごい強いネットワークがあるなって、それをレバレッジすべきなんじゃないかなって。であとはまあ、いつも言ってますけれども、インターナショナルスチューデントの比率が非常に高いので、ハルトはね。やっぱりその助け合いの精神がすごいあるみたいですよね。ああ、なるほど。あの皆さんね、これよく言うんですけど、僕もシカゴ大学にいましたし、まあ、例えばコロンビアとかウォートンも、やっぱり白人基本なんですよね、アメリカとかは。うん、だからなんか白人とアジア人ってあんまり混じらないし。ましてや日本人も、うん、なんか、うん、かわいいねみたいな感じになるんで。まあ、なんだかんだ言ってアジア人ですよね。アジア人なんですよ。だからなんかね、白人のネットワークに、じゃあ僕も私もガーファ入れてよとか、ブラックロック入れてよみたいな、うん、話にならないんですよ。確かにそれありますね。そう。でももともとね、帰国子女で英語も話せて、ペラペラで、ガンガン白人ともやり合えるみたいな人以外は、結構普通のね、IB リーグ系の MBA というのはかなりネットワーク的にはバリューは低いんですよね。うん、そうですね。で、それは本当に思います。いろんな人
MBA で IB リーグとか M7 とか行かれてる人はすごいアグリーしていただけると思うんですけど、多分白人のネットワークを使えたっていう人はほとんどいないと思います。ただそのハルトのすごいところで、実はあんまり岩田さんも言ってないところは、やっぱりインターナショナル比率が高くて、しかもアメリカとかイギリスでそのままみんなね、その頑張って就職先を見つけてるから、じゃあ後輩も助けてやろうみたいな感じの、そのネットワーキングがすっごいんですよね。だからあんまり型にはまらずにガンガンできるし、それこそ自分の興味のある分野で働いてる卒業生とかいたら、その人たちにメールとかリンクトインを送ればすぐなんか連絡返してくれたりとか、そういうのがあるみたいなんで、要はもうどんどん行きたい人は多分どんどんオポチュニティが広がる場所、それはね、他のビジネススクールとは全然違うと思います。本当話聞いてるとそうですね。アルファでちょこちょこ出てくれる黒岩君もハルトに行って現地のヘッジファンドで、ね、インターン獲得しました。いやもう話聞いてるだけでワクワクしますよね。よね、本当に中にいらっしゃる方はみんな本当スタンフォードとか MIT の卒業生がバーみたいに中にね、その同期のインターンでコロンビアの人がいるとか言ってましたけど、ね、すごい。しかもなんかにあそこのファンドは5000億ぐらい運用してて、でっかいですよね。そうですね。しかも 40% ぐらい日本株やってるって言ってましたよ。すごいですね。だからやっぱりそういうね、日本株運用の担当者欲しいっていうヘッジファンドって多いんですよね。いやー、本当ですね。だからそれでもなかなか日本人でもうなんか素のところからね、行ったって、まあなかなか少ないと思うんで、そういうノウハウもありますしね、聞いていただければ。しかもなんか一緒にやってる、その上司も日本人で。ああ、言ってましたね、はい。そう、しかもなんかそれはもうバッキバキの、アンダーグラッド、ウォートン卒で、そのままなんか投資銀行入ってヘッジファンド来たみたいな、しかもずっとアメリカの日本人みたいな、多分日本語も怪しいぐらいな感じだと思いますけど。いやそうですよね、まあ、やっぱりそういう人たちが、しかもなんかもう儲かるものは全部やろうぜみたいなファンドらしくて、うん、いいですよ、それちょっと楽しそうですよね。がね、楽しそうですよね。だから結構ね、そのちょっと違う話になるけど、なんかこう日本にいるとさ、日本のことしか見れないじゃん。いやね、日本でなんかもうどこの企業に行きたいみたいな、そう、視野も狭まっちゃいます。視野が狭くなるの。あとはね、行動もさ、なんか、じゃあその先輩頼ってみたいなのもさ、まあ、OB 訪問とかあるかもしれないけど、OB、OG 訪問的なものあるかもしれないけど、まあ、なんかさ、なんかこう、限界あるじゃん、日本にいると。あと、こう、日本にいると、なんか街の姿勢になっちゃいますよね、結構。そう、街の姿勢になるのよ。で、アメリカとか海外行くと、もう、チャンスは無限大だし、うん、動いたら本当に無限大ですよね。そう、で、自分がどれだけ動くかなんですよね。でも僕も言ったし、エミさんも言ってるし、思うと思うけど、やっぱり白人がなんか固まってるところに日本人がハローっつって分け入っていって、俺にもチャンスくれよとかっていうのは至難の技。そうですね、なんかもう表面的に日常会話で友達みたいのはありますけどね、それあるよ。本当に利害が絡んでくるところに行くっていうのは、なんかやっぱり私っていうか、まあ、日本人っていうかアジア人なんだなって、なんか自分そうそうそう思いますよね。だからやっぱりハルトさんの卒業生が現地就職率が日本人も高いっていうのはとってもうなずけるんですよね。なるほど、そうですね。そうで、やっぱりそういう自分のそのメンタルブロックみたいなのを解き放ってくれるし、その環境がとかネットワークがあるから、そこに自分がリーチさえすれば答えてくれるんで、なんかね、そこはすっごいおすすめですよね。だから海外で就職したいとか、海外で働いて生活してみたいっていう方には結構いるじゃないですか、日本でも。僕も意外だったんですよね、結構いるなみたいな。みんな僕なんかね、みんなグローバル行けとか、お前ら世界に行くんだとかってこうやって言ってる割には、意外と、まあ、あと結構ジェットラグが大きいんで、僕の場合は時差があんまりこうなんか抜けるのが異常に時間かかるからしんどいっていうだけの理由なんですけど、行くんだったらもう2年3年住みたいなみたいな、このサンフランシスコに僕ほらシリコンバレーに1年ぐらい行ってたとかさ、はい、ああいうのだったらいいんですけど、なんかちょこちょこ行くのは性に合わないんで、もう東京にいたいっていう派なんですけど、もう皆さんすごいですよね、海外そのままアメリカで住みたいんですとか、
そうですね。ねえ、いっぱいいるじゃないですか。そういう方はね、本当春とは超おすすめですよ。うん、はっきり言って他のなんか、いわゆる白人すごいみたいな、白人がいっぱいいるすごい学、いわゆるすごいと言われるネームバリューのある学校に行っても多分ね、ネットワークほぼ使えないと思います、ね。本当ですか。アメリカ就職率の割合から見ても、正確な数値取ってないですけど、パッと周りとかアルファの生徒さん見てても、他の学校どうでしょうね。全然よ。全然。とか、そのぐらいじゃない。もっと少ない。そう。やっぱりね、そこはね、壁があるよ。まあ、なんかあと、もうアメリカ就職とか海外就職難しいっていう、なんかもうイメージを持っちゃってる人が多い。そう。で、ハルトの場合はもうほとんどインターナショナルスチューデントだから、みんなそこを目指してるんで。でそういう卒業生たちで働いてる人たち連絡したらいいじゃんみたいな話になるからすぐね、うん、まあこれはね僕らが見つけた素晴らしいプログラムだし、でついにプロディジーファイナンスもハルトの FT のランキングが上がったから認められたらしいですよ。ああなるほど、うん、だからまあプロディジーファイナンス今まで入ってなかったんですよ。だからハルトはその対象に、はい、で今回そのハルトがプロディジーファイナンス その融資の対象になったっていうのがすごいいいニュースで、やっぱりこれからどん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 多分間違いなく上がってくるしランキングもね、うん、まだまだ皆さん結構ねアルファでワーワー言ってるから皆さん気づいてくれて行きたい行きたいっつってどんどん言ってくれてますけれども、さらに多分非常に優秀な人たちがどん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 ハルトさんに流れてるんで、やっぱりこれからさらに価値の高いプログラムになっていくと思いますし、それこそ起業したいみたいな人も山っ気のある人も多いんでね。なんか起業のプログラムも始まる。ああそうそうそう、ちょうどそれ来年ですね、うんうん、なのでぜひですね早めにハルトに行っていただいて海外のチャンスも掴んでいただければ、ものすごいいわゆる市場価値の高い人になれると思います。はい、ぜひハルトね興味あるなとか、まあ、今日初めて知っていただいた方はものすごくラッキーだと思うんですけど、アルファの動画で見ていただいて興味あるなとか行きたいなとか、まあとりあえずね国内仕事してる人は全員行った方がいいと思います。僕は本当に国内仕事をしていて英語があんまりできなくてこのままほっといたらもう永遠に国内仕事でやべえなと思う人は全員ハルトに行くべきだと思います。そうですね、もう心から思う、うん、もうそれだけでなんか取れる人生のキャリアオポチュニティが全然違うんだもん。そのわずか1年ないしは1年半プラス、まあ、わずかごめんなさい、エミさんわずかいくらだっけ、わずかいくらで500万、そうわずか500万、しかもダブルディグリーで1年半で、そうですね、だってコロンビア大学行ったらいくらよ、2年で2年で2000万ぐらいじゃないですか。だからまあだから生活費だけで1500ぐらいじゃない、1500よ半分の1じゃん、まあ、いやだからそれでほぼ同じ効果だからねリターンがで500万例えば投資してまあほぼほぼの確率でまあ、1000万、ミニマム1000万キャリアじゃないですか。そうだ単純にその今じゃあ年収500万もらってますっていう人はまあ、ハルトに500万最初は、まあ、学費として使うとして、その後卒業して1年目でまず多分1000、まあ、ミニマム1000万、大体皆さん1200、300ぐらいもらえるから、そこでもうすでに今の年収、プラスが700がドンって乗っかってくるから、うん、返済も多分1年足らずで終わって、その後はもうなんかうひょうひょって感じですね。で永遠にプラスのキャッシュフローが続くからね。本当ですよね。でしかも起業とかね僕は結構いいと思うのはもう少しだけちょっと話していいとするとねよくある話なんだけど、これ僕はいつも言ってるその高い偏差値高偏差値学歴のジレンマっていうのがあって、うん、はいはい、つまり東大に行く人はやっぱり高いレベルのと言われている企業にずっといたがる傾向があるわけ。つまりサラリーマンをずっと続けるわけ。うん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 、でサラリーマンってさ、行ってもさ、はい、1000万、2000万じゃん。はい、でしょ、はい、でもさ、中小企業経営者とか IPO する経営者にさ、あんまり高学歴の人ならないんだよね。うん、
それをサラリーマンは捨てられないってことですね。そうサラリーマンを捨てられないというジレンマがあるの。本当は一番金持ちになれるのは中小企業経営者であり、うん、IPO とした、したらさ、もう奥行けるわけじゃん。そうね、一発。一発よ。一発奥、10億、100億よ。1000億よ。いけるんだけど、やっぱりビリオネアになれるんだよね、一発で。うん、でも、高学歴の人ってやっぱりそこジレンマなのよ。そうですね。で、別にハルトが高学歴じゃないとは言わないし、この後そういうふうになっていく可能性は十分あるんだけど、今ランキングだけ見たら、例えばまあそんなにランキング高くないよねっていう話もあって。うん、でも逆に言うと、僕はそれぐらいの立ち位置の方が面白いと思うんだよね。普通、さっき言った高学歴の人たちが行く会社にも入れるし、将来、もしくはそのままあの経営やりたいとか、企業やりたいとか、中小企業経営に興味ありますっていう人までも結構多いからさ。あの僕らの、何度も言いますけど、僕らのところにあの旧国税局 の、 あの生徒さんが2人ぐらい来てますけど、もうあの MBA 受かったりしてますけど、あの彼ら2人とも、言ってますよ。あの一番の金持ちは、はい、エミさん、誰でしょう。中小企業の経営者。そう。もう間違いなくそこしか狙ってないって、査察に入るのも大体中小企業経営者。そうですね。なので、もう日本の金持ちは中小企業経営者ですからね。何度も言います。でしかも IPO とかできたら、まあ、さらにもう奥の世界へようこそって話なんで、もうアルファでは、アルファの、まあ、僕の、目標としては、アルファからやっぱり IPO 長者とか中小企業経営者を死ぬほど出したいんですよね、個人的には。その前のステップとして、まあ、一応大企業とか、あの高学歴キャリア、に一応なんかみんなね行きたいじゃないですか。一旦は。多分ね。そうですね。一旦はすごい企業と言われてるところで働きたいみたいな皆さんあるから、まあそこはそこで、まあ若いうちに経験しとけばっていうぐらいですよね。だからそれを一旦経験すると、まあなんかこれはこれでお腹いっぱいかなっていう気にも早くなれるし、うん、うん、したら早く、できるだけ早い段階で中小企業経営とか IPO に向かっていけるのでね。まあ そもそもそれいらないから早くやりたいっていう人もいるけど、まあ、多くの人はなんか一旦すごいところで働いてみたいっていうのはやっぱあるし、それはそれで僕はプロキャリアにとっても自分の実力にとってもプラスだと思うし、僕の経験からも、それは MBA とかあの海外大学院とか留学した後はそういうキャリア取ればいいと思うけど、多分中長期的には経営者の道を行った方が断然アップサイドあるので、そこはお勧めしました。それ上場するしないに関わらず、やっぱり中小企業経営者は多いし、金儲かるので、すごくそういった意味では僕は本当に心からハルトさん素晴らしいプログラムだなと思ってて、結構ね言ってる人はしんどそうですよ、はっきり言って。勉強がね、やっぱ、まあ、ハルトさんだけじゃないですけど、ハルトさんもかなりその皆さんがっつり勉強されてますね。確かに。そう、あの Facebook でいつも投稿してくれてる人たちの見てますけど、やっぱり結構大変そうだ。まあもともとはね、その外資コンサルティングファームが持ってたビジネススクールなんで、非常に中身は濃いですし、そうですね、ぜひ、トライしていただいて、できれば9月、1月間に合って、で、ボスキャリとか海外就職挑戦して、高いリターンを得て、最小の投資で、高い最大のリターンを得ていただければと思います。はい、ぜひ皆さんご興味ある方、今すぐ無料相談入れていただければと思います。本当にこの場でですね、アルファのウェブサイトからまずログインをしていただいて、無料相談チャットからご連絡いただければと思います。あるとね、今年行きたいとか動画見たとかですね、言ってくだされば返信を差し上げますので、その後にスカイプで無料相談させていただきます。皆様からのご連絡お待ちしております。はい、本当に、まあ、アルファではですね、どん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 皆さんグローバルにしていきますし、あと、まあ、転職のサポートとかも非常に多くの方にご利用いただき始めているので、転職チャンネルっていうのがありますので、そちらの方もフォローいただければ、ちょうどアルファレコメンドの仕組みについて、もうアップしてるんだっけ？はい、もうアップしてます。アルファレコメンドの仕組みについても転職チャンネルの方で、アルファ転職チャンネル、リンクついてるかな、この下に。リンクついております。転職チャンネルのリンクもついてるので、はい、レコメンド、本当に、レコメンドは、まあ、ハルトさんとまたちょっと別のあれですけど、無料で皆さんの転職を
サポートするというね、アルファ最強の今度攻めの転職をしたいという方ですね。あの目の前になんか提示されたポジションじゃなくて、まあ、こういうとこ行きたいっていうのも一緒に決めて、皆さんをその企業に推薦していくというサポート無料でやっているので、ご興味がある方はそちらもぜひ見ていただければと思います。はい、ということで、また皆様と、直接、個別にお話できるタイミングを我々一度楽しみにしております。ということで、まあ、また1週間始まりますので、皆さん頑張ってまいりましょう。ということで、引き続きお願いいたします。失礼します。